周りの人によくあなたいい香りがするねってそっちゅう言われますので。おはようございます。フレグランス戦略コンサルタントのエリザベスです。今日は香水のエチケットについてお話ししていきたいと思いますので、この知識を活用して皆さんも香りを武器に、香りを味方につけて美しいフレグランスの一日を過ごしくださいませ。それでは始めましょう。まず大前提として、シャワーを浴びてからつけましょう。そうです、いくらこうシャワーシートで汗を拭き取ってからつけたとしても、やっぱりシャワーやお風呂にかなうものはないんじゃないかな。雑菌や匂い、他の匂いがない中でフレグランスをつけることによってより自信を持ってまとうことができます。香りをつける場所についてお話ししていきたいと思います。今日は私はジョン・マローンのウッド・セージ&シーソルトの香水を例に説明していきます。よくたくさんというか、まあ、1,2,3 髪の毛、同じ首の後ろ、首の後ろ、胸、横横、手手。私の場合、まず私がいつもつけるのは関節、前腕とちょっとだけここの腕頭のエリアをつけます。あとはこの足ですね、足のこの部分、足の関節、膝関節の後ろにつけます。しかしアトピー皮膚炎などちょっとあの皮膚が弱い、バリアがちょっと崩れちゃってる方はお医者さんと相談して香水をつけること自体もちょっとはばかられるかもしれません。もしあなたの香水がどのくらいの強さかわからない、一番安全な選択肢を選びたいっていう時は控えめにすることをお勧めします。ではまず前腕です。こういう感じで今見えたと思いますが、こう私クロス、ちょっとクロスさせてピッてやりますよね。すると右にも左にもつけますので、すごい効率がいいので私はそうしてます。まあ人によってはワンプッシュ、ツープッシュで両方にやる人もいます。で、あとうなじですね、シュッとかけます。あんまりこの顔のあたり、ここら辺とかすごいいっぱいつけないんです。なぜかというと、こう顔に近ければ近いほど鼻に近いっていうことなので、鼻が麻痺してしまうことが多いんですね。なのでできるだけ離して鎖骨のあたりを進める方もいらっしゃいますが、私がおすすめするのは鼻をやられないかけ方、できるだけ他の人が私の匂いを嗅ぎ方とできるだけ近いような匂い方を実践します。人によってはこっちもやりますよね、シュッシュッと、こっちもやりますね。で、胸ですね、胸、あの女性だったら分かりますよね、これ谷間です、谷間にかけます。で、あとは足ですね、足の膝の後ろにもかけます。こういう感じです。で、髪の毛にかけたい人、ブシューってやるんじゃなくて、こうシュッとかけて歩きます、シュッとかけて歩きます、その中をわかりましたか。香水の雲の中をふわっと走り抜けていく感じです。ぜひ試してみてください。今日は私いつもよりいっぱいつけました。ですが、おすすめなのはあまりいっぱいつけすぎないって、気分によってどこにつけるかっていうのを変えます。どれぐらい強い香水かを使ってるかにもよりますが、一番いい度合いを TPPO、 人、時、場所、目的に合わせて変えてみてください。私のチャンネルでは香水の基本の木を皆さんと一緒に楽しく学んでいける場にしていけたらと思いますので、ぜひコメント、感想、フィードバックなどいろいろ書いていってください。よろしくお願いします。またチャンネル登録やいいねもどんどんお待ちしていますので、ぜひぜひ。それでは皆さん Have a wonderful day. See you next time. Bye.